芸人コロネケンの塚田です。渋谷です。はい、というわけで北海道道の駅完全制覇への道、今回訪れた道の駅こちらです。北オホーツク浜トンベツ、浜トンベツ行きましょう。これが浜トンベツといえばのキャラクターですよね。スワットンちゃんですね。浜トンベツといえばこのスワットンです。浜トンベツの限定品、スワットンのミルクジャック。さあ今日はですね、久しぶりに舞台に立ちますよ。というわけで行ってきたいと思います。アネマ。久しぶりですよ。久しぶりだね。あのコンビで合計600円くれた天狗夏さん。もう覚えてるの恥ずかしい。600円しか上げてないんだ。福島どうですか。福島めちゃくちゃすごいことになってる。すごいことになってる。コロナですごいことあ、増えてるんでしたっけ。いやもう市町村が20ぐらいなくなってる。なくなることはないじゃん、市町村が。今日はちょっとあの新潟水末芸人として、あの後輩の山木君は出身が新潟じゃないじゃないですか。そうなんですよ、はい、僕は福岡の出身 で、 そうでしょ、はいはい、だから新潟に来たのが何年前ですか。もう4年前ですかね。そうなので多分その新潟に来てちょっとびっくりしたこととかあるんじゃねえかなと、はい、いうことで今日ちょっといくつか聞いていこうかなと。びっくりしたことを発表してもらって、はい、あ、新潟県民の人からするとこういうことがびっくりするんだっていうのをちょっとみんなに分かってもらう動画を一本作りたいなと思ってますので、まず1個目の新潟県に来てびっくりしたことは、丹波マロンファームさんでですね、収穫作業のお手伝いを今日はさせていただこうと思います。これ見てください、これもうめっちゃしっかり入ってるやつ。これをね、あの栗拾いのねプロはね、この3つ一気にこうハサミで取るから。はい、さい、アリンクリンチャンネル、イエーイ。ということですけども、はい、ちょっと遅れてすいません。申し訳ありません、すいません、ここから挽回していきましょう。OK ということで、もう挽回していくぞ。紹介したいと思います、はい、本日のスペシャルゲスト、ボル塾の皆さんです。ボル塾さん、メンソーレー、メンソーレー、ボル塾でーす。いや嬉しい、ありがとうございます。沖縄、沖縄初のね生配信ゲストでボル塾ということで、はい、すごいです。かなり贅沢ですけども、これはすごいですね。ありがとうございます。よろしくお願いします。リュウタがね、はい、すごい好きで大好きなんです、もう大好きなんですよ。そんな感じなかったですよ。いやいやいや、もう緊張で始まる前なかったでしょ。始まる前なんか透かしてた。いや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 